はい、こんにちは、116インズです。7月に入りましてサマーキャンプの方がいよいよ本格的に始動しました。久々にですね、選手たちが練習する姿ですとか、まあそういった映像も流れてくるようになりましたので、ようやくですねメジャーリーグが帰ってきたなという実感が湧きつつあるんですけれども、キャンプイン時に各選手が受けた検査の結果陽性反応が出た選手っていうのが結構次々と出ている状況なんですね。選手名を公表しているケース、公表していないケース、まあチームによってまちまちではあるんですけれども、結構主力選手が感染しているなどの情報もありまして、ちょっと心配な状況が続いていますね。まあ幸いなことに多くの選手は現状症状は出ていないという選手が圧倒的に多いので、そこは不幸中の幸いとも言えるとは思うんですけれども、ただこれだけメジャーリーガーの間でも感染が拡大しているという状況はやはり不安に思ってしまいます。先日ナショナルズのライアン・ジマーマンを含む4選手が今季の出場を辞退したという動画を上げましたけれども、まあ、今日になってさらにドジャースのデイビッド・プライスも出場辞退を選択したということで、やはりこれだけ選手への感染が拡大している状況を不安視しているという選手も相当数いると思いますので、今季の試合に出場するかどうかっていうところはまだ決めかねているという選手も非常に多いのかなと思いますね。実際エンゼルスのマイク・トラウトですとかジャイアンツのバスター・ポージーなど、とりあえずキャンプインはしたものの、実際のところ今季の試合に出るかどうかっていうところはまだ決めかねているというような発言をしている選手もいますので、まあ、今後もですね辞退者が出てもおかしくはないのかなと思いますね。でそういった状況の中で今日お話ししたいのはフェリックス・ヘルナンデスが今季の試合の出場を辞退したということですね。これは日本時間で今日のお昼頃に、まあ、ツイッターに流れてきた情報なんですけれども、ブレイブスとマイナー契約を結んでいるヘルナンデスが今季の出場を辞退したというふうに彼の友達がどうも情報を流したらしくてですね、で理由としては自分自身や家族を守るための決断ということで、いやこれはですねやっぱり驚きましたね。ヘルナンデスといえば昨年までマリナーズでプレーして、長年ですねチームのエースとして活躍してきたピッチャーなんですけれども、特に2009年から2010年代前半というのは MLB を代表するピッチャーとしても活躍した選手ですよね。ただ近年はなかなか思うような成績は残せていなくてですね、昨年限りでマリナーズを退団してコンオフブレイブスとマイナー契約を結んでメジャー昇格を目指していたところなんですけれども、スプリングトレーニングが中断するまでは結構活躍もしていましたし、メジャー昇格というのもかなり現実的だったと思うんですけれども、まあ、そんな彼が今季出場を辞退したというのはやはり私にとっても驚きでしたし、今年彼が復活することを願っていましたので、彼のプレーを今季見られないっていうのはちょっと残念ではありますね。ただ彼が所属するブレイブスは現在すでに4人の選手への感染が確認されている状況なんですね。リリーフピッチャーのウィル・スミス、そしてトゥキ・トゥーさんとピート・コズマ、そしてフレディ・フリーマンの4人が感染しているということはすでに発表されているんですけれども、このうちスミスとトゥーさんとに関しては特に症状も出ていないということなので、そこは少し安心できる要素ではあるんですけれども、フリーマンに関してはちょっと症状が出てしまっているということで今療養中の状況ですね。でフリーマンはキャンプインした際の検査では陰性だったんですけれども、徐々に症状が出始めたということで、もしかしたらブレイブスキャンプ内で感染してしまったという可能性も否定はできませんので、やっぱりそこもですねちょっと心配な要素ではありますね。もしかしたらフリーマンの件をきっかけにブレイブス内でさらに多くの選手が感染するという可能性も否定はできないですし、もしかしたらこういったブレイブスの状況も踏まえてヘルナンデスが今季辞退を選択したというのもなくはないのかなと思いますね。もちろんヘルナンデス自身が何か言及したというわけではないので断定はできないとは思うんですけれども、ただ個人的には自分自身であったり自分の家族のリスクを下げるためにリスクの高い場所から離れるという選択自体は全くおかしくはないのかなと思いますね。ただ今シーズンは野球選手としての復活を目指すヘルナンデスにとって大事な1年だったことも事実ですね。ヘルナンデスは通算169勝、2010年にはアメリカンリーグサイヤング賞も受賞したことのある先発投手でして、まさに彼のニックネームであるキングフェリックスという名にふさわしいようなピッチングをずっと見せてくれていたんですけれども、ただ2015年ぐらいからですね急速低下が止まらなくなってしまって、でそれとともにですね成績の方もかなり悪化していきまして、2017年18年19年とおよそですねキングと呼ぶにはふさわしくないような投球内容が続いている状況でした。この間ですね怪我も結構しましたし、またヘルナンデス自身もなんとかですね現状を打破しようといろいろと試行錯誤している様子はですね非常に伝わってはきたんですけれども、ただなかなかどれもうまくはいかずにですね、
彼の全盛期を見てきたマリナーズファンからすれば、本当にですね、ここ3年間ぐらいの彼のピッチングというのは見ていて非常に痛々しいものがありましたし、また見ていて辛かったですね。彼自身もかつてのように投げられないことは理解しつつも、なんとかうまく投げようとすごい頑張っている姿が伝わってくるだけに、それだけですね、やっぱり見ていて辛いものはありましたね。なので彼が非常に頑張っているのを分かっていただけに、マリナーズを離れてしまったのは残念ではあったんですけれども、新天地でなんとか復活を果たしてほしいと思っていたので、今回こういう形で彼のシーズンが終わってしまったというのは本当にですね、残念でなりませんね。しかもブレイブスでのメジャー昇格の可能性が非常に高かったというところもまた残念ですよね。3月のスプリングトレーニングが中断されるまで4試合で防御率 1.98 と結果を残していましたし、当時ブレイブスの先発ローテーションの4番手を務める予定だったコール・ハメルズが怪我をして開幕には間に合わないという見込みでしたので、ヘルナンデスがこのままのピッチングを続けていけば間違いなく先発ローテーションに開幕入れるだろうと予想されていたので、もちろん実際シーズンが始まってどういうピッチングをしていたかっていうのはわからないですけれど、スプリングトレーニングの内容などを踏まえるとある程度先発としてはやれたんじゃないのかなというふうに思いますね。で、開幕が延期になってしまって、結果的にハメルズも新しい開幕日には間に合いそうということで、先発ローテーションの空き枠は5番手だけになってしまったんですけれども、ブレイブスは60人プールにヘルナンデスを入れましたし、スプリングトレーニングの結果なども踏まえるとヘルナンデスが先発5番手の枠を勝ち取る可能性は十分あったと思いますので、ヘルナンデスが復活をかけた1年が彼がプレーすることなく終わってしまったっていうのは本当にファンとしても辛いですし、またヘルナンデスとしてもおそらく辛い決断だったと思うんですね。昨年の9月にマリナーズでの最終登板を終えた彼はまだまだプレーを続ける意欲を見せていましたし、おそらく自分の力っていうのも信じていたと思いますので、それを証明することなくシーズンを欠場するというのは非常に難しい判断だったと思います。そして気になるのが今季欠場したヘルナンデスが来年以降どうするかという点ですよね。ヘルナンデスは2005年からずっと投げていますので、キャリアの割にはずっと若いピッチャーというイメージがあるんですけれども、そんな彼も来年4月に35歳の誕生日を迎えます。2017年から2019年まで MLB で結果を残せていなくて、で非常に怪我の歴史もあって、でさらに今季欠場となってしまうと契約先を見つけるのはかなり難しいんじゃないのかなと思いますね。また今季のヘルナンデスが今シーズンの出場を辞退した理由としては、ウイルスの感染状況というところが一つ理由になっていますので、来季状況があまり改善していないようだとそもそもヘルナンデスは出たくないと思う可能性も十分ありますので、そうするとこのまま引退してもおかしくはないという状況になってしまうんですね。もちろん本人としては昨年9月の発言も踏まえると、まだまだ引退する気はさらさらないような発言はしていましたけれども、ただ状況がそれを許さないという可能性がちょっと出てきてしまいましたね。個人的には彼には納得するまで投げ続けてほしいと思っていますので、なんとか来季状況が改善して、でまた契約先っていうところが見つかればいいなとは思っているんですけれども、果たしてそううまくいくかはちょっとわからないですね。ただ何度も言いますけれども、ヘルナンデスには本当に復活してほしかったと思っていましたし、なんなら今年の5月にブレイブスがシアトルへ遠征する際にヘルナンデスの凱旋登板が見られることを非常に期待していたんですけれども、ただこういった状況になってしまって凱旋登板どころか彼が復活する姿すら見られなくなってしまったっていうのは、彼自身が選んだことではあるので全く否定するつもりはないんですけれども、やっぱり本当に残念ではなりませんね。来シーズン状況が改善したらぜひですね、彼にはフィールドに戻ってきてほしいなと思います。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、 MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。